で、ここにまだ整理しきれていない上とかね。こう多分だ、ここは大丈夫かな。銀ちゃんとこんちゃん。ごめん。どうもマグニでございます。皆さん、お元気でいらっしゃいましたでしょうか。武装スタイルでございますね。先日、引っ張りに引っ張ったエンダーマントラップがいまいちな結果に、なってしまいましたが、まあ、あれからまだ一回も行ってないんでね、もしかしたらなんか都合変わって効率良くなってるかもしれない。そんなにいいことね、そんな都合いいことないですか。つうわけでですね、もう修繕でね、ありとあらゆるものも回復させられるようになりました。私の環境でございます。シーズン1にあるあっちの方がいい、今んとこ効率は良さげな気はしますけれどもね、もしかしたらリルムのせいなのかななんて私は個人的に思ってますが、まあ、そんなことはさておき、本日は、まあ、いろんなとこ旅しないといけないし、旅しないといけねえなと思って思いついたのが、まだね雪原に俺行ってねえなってのがあるんですよ。でね、雪原がどこで見つかるかわからない。で、雪原探しの旅になると時間がかかっちゃう。また当然それもやるんだけど、 1.13 が来るまではあまり行き過ぎるのも良くないなっていうのもあるわけじゃないですか。なのでネザーの方の整備やっていこうというふうに思っております。そして一つチャレンジしたいことがあります。それではやってまいりましょうと。ネザーの方の整備をしようということは、すごくこう手抜き整備なんですよ、うちはね。よいしょ。で、ここにまだ整理しきれていないここにもね、石ハーフありますね。すぐに整理しなくてもいいんだよ、ここに置いときゃいいんだよ。便利だな、便利だな、ゴーちゃん。ゴー的にはそんなことよりも村人たちがいっぱい集まっててふふふふふゴーちゃんが楽しそうでよかった。石ハーフが足りないので作りに行きましょう。あるかな、もうほとんどなくなっちゃってんだよな最近。ブランチマイニングもやってないし、ほら、うわ、ねえわ。暗視2つ持って、治癒のポーション今回ね、これには意味がございますよ皆さん。それが一体何に使われるのかですね、乞うご期待ということで。第2の村にね、この間ポコナカの皆様が来てくれた時に、持って行っている石あると思うので、それを取りに行ってネザーの方に、参りましょう。こんちゃん行くぞー。今日はね、こんちゃんすごく大事な仕事があるんだ。でももしかしたらこんちゃんじゃないかもしれない、今回の仕事の適任者。パワーが多い馬がいいんだよな。スピードももちろんのことながら、パワーが多いお馬さんの方が今回は適任だと思ってます。はい、かなりねちょっとデンジャーなねチャレンジをねやろうと思っております。よいしょ。で、こうあるかな。ありました。めっちゃ綺麗に整理されてんだけど。はにきー、小道も分かりやすいよありがたいな、ほんと爪痕って感じで。あー、やっぱ近くにいるんだね、仲いいんだね。兄貴もここにいるし、みんな近くにいるじゃん。この村はね、カズポコックラがいる村ですからね皆さんね、ありがたいです。で、やっぱりねちょっとポーションが心なし足りない気がするんで、もうちょっと作ってから行きたいと、そういう風に考えてます。おやっす。到着。では作りますかね。もうちょいポーション作ります。なんで進まねえのかなと思ったら燃料がなかったんだね、びっくりした。火薬でもならないのかと。失礼いたします。ということで、今コンちゃんに乗ってパワーはこれでしょ。で、次に、金ちゃんは、あ、金ちゃんの方が多いね。じゃあ4号は、あ、4号もそんなに鉄、あ、鉄か金だな。ってことで今回の適任者は金ちゃんでいきます。なんかそういえばさ、川で馬鎧作れるってマジなの？俺全然知らなかったんだけど。まずはここに金ちゃんはいてもらう。はい、大丈夫かな、大丈夫かな。よし、では進みましょう。はい、こんな感じで、ね、道を作っていってるんですよ。よいしょ、ありがとう。いやー、もう鼻からやっちゃうかな。はい、ちょっ
っとやっちゃおうかな。今回のこのチャレンジはですね、なかなかハードなものでございます。まずちょっと待ってよ。こうして、はい、ちょっと雑な感じになっちゃいましたけど、まあいいじゃないですか。で、はい、これでいいと思いますよ。はい、でここからが問題でございまして、ねえ、ちょっとここ取ります。これでまあ隙間ができましたよと。この隙間がねめちゃくちゃ大事なんです。では金ちゃん入りましょう。俺も行く。ちょっと待って、その前にこれをもらっといて。はい、待て、うわー、あー、なんで？嘘だろ。マジか。誠に申し訳ございません。まさかの。くっさー。帰れなくなっちゃった。無謀なチャレンジだったか。ああならないために、オーバーワールドの後ろをね、掘り開けたんですよ。でも結果ダメでしたね。すまん、金ちゃんすまん。お前の攻撃なんざ効かねえよ。こういうところも、だ通り抜けられるように、しっかりこう、上とかね。こう多分だ、ここは大丈夫だな。1,2,3 だからな。ここも大丈夫、ここも大丈夫。ここも、ここも大丈夫。ここがだから際どいな、みたいな感じで。こうやってこっち側に砂漠バイオームがあるので、砂漠バイオームに行くのに、ちょっとうるさいな、ここ。で、こっち来て、こっちも大丈夫。まあ、そこはまあ、道できてるんよね。で、もう一箇所ね、あったはずなんだよな、道が。これより先だったっけな、どうだったっけな、忘れちゃったわ、俺。どうでしたっけ、皆さん。なぜ金は、息絶えなければならなかったのか。よし、ではちょっと砂漠の方に行きまして。こうやっときゃ引っかかんなかったのかな、なんでなんだろう。動かなかったしな、夜っぽいな。ここに、ねえな。うわー、しょうがない。ちょっと水中進んできまーす。オッケー、まず火打ち石、あ、鉄だ、やった。で、かまど作りの鉄焼きのですね、よし、ありがとうございます。森の洋館とか行った時にどっちから来たっけな、俺多分ネザーゲートでなんかどっか他に繋がってたとこあったような気がしたんだけどな。中入りゃ思い出すかなと思ったんだけど思い出さなかったな。ここは違うからね皆さん。あ、またちょっとラグってる。ここはどこに繋がるんだったっけ。ここは関係ないはずだよ。関係ないはず。ここも馬で行けるようにすればと思ったけどね、お馬さんはだからネザーの方で待ってもらってても全然安全なわけじゃないですか。誰かにやられるわけでもないし。今日はほんと計算外です。ちょっともう勘弁してくれよ。もう金ちゃん、金ちゃん勘弁してくれよっていうか、俺しっかりしろよって話なんですけどね。すいません本当に。なんかどこに引っかかってた？ネザーゲートのサイズ感が足りないってことも当然考えれるよね。なんで引っかかっちゃったんだろうな。ここに、
金ちゃんのね遺品を入れておきます。金ちゃんごめん。一応馬っぽい形をイメージしてみたのだが。なんかちょっと亀っぽくなっちゃいましたが、一応馬を意識してシュルカーボックスをちゃんとこう口になぞらえて、ここに金ちゃんのアイテムを入れさせていただきました。ごめんね金ちゃん。でもやはりもう一回だけ来てもらうわ。コンちゃんに来てもらおう。やっぱ弔いってことはさ、成し遂げた方がいいよね。原因を突き止めた方がいいよね。コン行くぞ。コン行け。やっぱネザーゲートちっちゃいの？嘘だろ。こんちゃんだよここは。銀ちゃんとこんちゃんごめん。そしてありがとう。よし。ちょっとよくわからんからもう馬は連れていかんことにする。ちくしょー。というわけで本日タンジャビラ兄弟へ送るプチチャレンジやってまいりましょう。気を取り直しまして、4号と鉄ごめん。鉄特にごめん。お前一人になっちまったな。4号がいるから2人で仲良くやってくれ。今日のプチチャレンジはですね、実は収録外で修繕チャレンジ、そうですね、無限釣り機構放置しておりましたので、その結果をこれプチチャレで見るのが一番いいんじゃないかと私思い始めまして、それを今日はやりましょう。修繕つけなければならないものがまだ結構あるので、よいしょ、失礼いたします。それでは参ります。ペン。続きましてほ、続きましてほ、まだまだ、よいしょ、まだあと2つ、最後。みんな、見てる兄弟のみんな、そして金ちゃんこんちゃん、そして今後ろにいる鉄、大変申し訳ないことをいたしました。以後気をつけたいと思います。お誕生日おめでとう。兄弟通信参りましょう。スイッチのやつ買ったと聞いてみましたら、 PC あるから買ってないが 64%。 あ、そうなんですね。結構だからアンケート答えてくれてる方々はみんなそういう感じなのかもしれないですね。お疲れ様です。もう一個岩盤壊してモヤモヤが見れるようになったら 1×1 ブロックのモヤモヤに飛び込めるようになるってことで、つまりエンダーパール使わなくてもゲートウェイに入れるっていうことになるんでしょうね。あ、うん、なんかそういうことらしいですね。これもね、卵が無限増殖したら実現させようと思っております。やっぱりマイクラは神ゲー。動画でも自分で作るのも楽しい。そうなんですよ。マグネさん、今日最初の岩盤を消すやり方で失敗したのはチャンク設定を2チャンクに下げていなかったからと。なるほど、あれ読み込みが長いからなんだ。はい、というわけで本日は以上でございます。いつも皆さん愛あるコメント、画像ありがとうございます。また次の動画そして配信でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバイ。おなー。